QE4 キャバシティブタッチを用いて RL78 に搭載されているタッチセンサ機能の開発手順を説明します。3つのチュートリアル動画を参照いただくことで、作成したタッチセンサ電極のセンシング感度を簡単に最適な状態に調整することができます。この設定編では、ステップ1としてタッチセンサの検出に必要なソフトウェアの設定について解説します。 GUI 上で簡単な操作を行うことで設定することが可能です。ここではボタン、スライダー、ホイールのタッチ機能が評価可能な RL78G23 静電容量タッチ評価システムを用いて説明します。ボタン、スライダー、ホイールのタッチ機能は自己容量方式の電極を用います。電極基板の設計については 静電容量センサマイコン静電容量タッチ電極デザインガイドをご参照ください。それでは、タッチアプリケーションの開発を開始します。タッチアプリケーション開発方法の詳細については、アプリケーションノート RL78 ファミリー、ー QE と SIS を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発をご参照ください。 統合開発環境イースクエアスタジオを開き、新規にプロジェクトを生成します。ルネサス RL78、ルネサス CCRLC エグゼキュータブルプロジェクトを選択してください。プロジェクト名入力後、デバイス名を選択します。 ハードウェアデバッグ構成を生成にチェックを入れ E2 Lite RL78 を選択してください。Use スマートコンフィグレーターにチェックを入れ新規プロジェクトの生成は完了です。次にクロックの設定を行います。動作モードと EVDD 設定を使用する条件に合わせて選択し、この例では 高速オンチップをレーた 32MHz を設定します。続けて、システムタブをクリックし、オンチップデバッグ設定を行います。エミュレータを使う E2 ライトを選択し、セキュリティ ID を設定するのチェックを外します。次に、コンポーネントタブをクリックし、必要なモジュールをプロジェクトに追加します。RCTSU モジュール、RM タッチモジュール、 ポートモジュールを追加します。初めてタッチアプリケーションを開発する場合、このダイアログで RL78 ソフトウェアインテグレーションシステムモジュールをダウンロードしてください。タッチセンサに使用するセンサ端子を有効にするために RCTSU モジュールを選択しタッチセンサに使用する端子を使用する設定にします。 また、コンフィグポートを選択し、アプリケーションで使用しないセンサ端子は、漏出力に設定します。次に、RBSP を選択し、イニシャライゼーションオブ・ペリフェラル・ファンクションズ・バイ・コード・ジェネレーター、スマート・コンフィギュレーターがエンネーブルに設定されていることを確認し、コードを生成して、プロジェクトに必要なモジュールの設定は完了です。 QE4 キャバシティブタッチによるタッチ性能のモニタリングはオンチップデバッグエミュレータを介した通信の他にシリアル通信を介して行うことも可能ですここではオンチップデバッグエミュレータでデバッグを実行しシリアル通信でタッチ性能のモニタリングを行う場合について解説しますシリアル通信を介したモニタリング機能を追加するために RM タッチを選択し サポート QE モニターユージング UART をエンネーブルに設定し、使用するチャネルを選択します。UART 通信モジュールを追加し、使用するチャンネルを選択して、動作クロックと転送レートを設定します。 端子タブをクリックし、UART 機能をポートに割り当てて、コード生成してください。引き続き、ステップ2チューニング編をご参照ください。QE4 キャパシティブタッチを使用した簡単なチューニング手順をご紹介します。